黒日陰は、蝶目縦蝶蝶蛇の目蝶赤に分類される蝶の一つ。暗い輪内を素早く飛んでいる、茶色い、が、と思われるものは本種であることが多い。死の地のある暗い林などで生活し樹液を吸って、生活している。あまり羽を開くことは好まないものの、日向ぼっこをするときなどは羽を半分開く姿なども、見られる。羽表は焦げ茶色一色であるが、裏は、 茶色の濃淡に蛇のモンを配置したもので、シックなデザイン。格子中央に毛が生えているものはオスである。なお、学名のディアナはガツの神という意味を持つ。産地性、森林性が強く、薄暗い林内などを住みかとし、そこから出ることはあまりない。日陰町と競合する場合は、本種の方がより暗いところに小ジャの目と競合する場合は、 本種の方がより高所にと住み分ける。幼虫は稲科植物のサ,サ類を糧にする。越冬体は2から4例幼虫。日本全土。国外では、サハリン、台湾、中国、朝鮮半島。放日するミクラクロヒカゲはミクラ島のみ。東京都ミクラ島に分布するクロヒカゲはミクラ島アシュ、LD ミクーロンシスとされているが、学者によってはミクラクロヒカゲとして、 分離独立させる場合がある。外見的特徴としては、ホンドさんより全種先端が鋭角的で、甲子輪郭の波打ちが著しいまた、目上門は小さく金管はぼやける。地色はより濃い。発生時期や生態、幼虫の食草は、ホンドさんとほぼ同じ。ミクラクロヒカゲは、環境省レトリスト1991年版に、 気象書として記載されているが、2000年版以降記載がない。ありがとうございます。